どうも、あっちです。今日はこちらのお店へ来ております。はい、ということで直伝屋さんに来ております。しかもですね、今日は知る人と知るあの方に出演 OK ということで出てもらいます。はい、はい、ということで、もうラーメンコンシェルジュとしても有名ではないでしょうか、直伝屋さんのオーナーさんでいいですよね。はい、はい、大石さんに出ていただけることになりました。こんにちは、札幌ラーメンコンシェルジュを名乗ってます、大石です。よろしくお願いします。僕も結構ね、ブログとかもね、読ませていただいて勉強させていただいている身なんですけれども、今日はね、こう大石さんと一緒に直伝屋さんの美味しいラーメンちょっとご紹介したいなと思います。あっちさんに来てもらって光栄です。よろしくお願いします。おおすごいすごい、まだ行きますか。うわうわうわ、来ました。はい、ということで札幌レッドの醤油が来ております。先ほどね、あの炎を見ていただいたと思うんですけど、めちゃくちゃいい香りしますね。ありがとうございます。もうね、このね、自家製のラー油も使ってらっしゃるということで、もうね、このダブルパンチですごい食欲がかきたてられる、そんな一杯ですね。うん、スープからいただきたいと思います。楽しんでください。お、いや、これ香りはね、すごいね、スパンとくるんですけど、思った以上に飲みやすくて美味しいですね。ありがとうございます。あ、いや、辛さいいっすね、この辛さも。うわ、これはね、好きなやつだ。うわ、札幌ラーメンっていう感じもして、しかもこのね、辛い醤油っていうのが本当にね、この唐辛子とこの醤油のね、合うっていう相性がすごいね、伝わってくるスープですね。ありがとうございます。いや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 、なんかこんな風に言っていいのかなぐらいすごい緊張してるんですけど、麺もね、いただきます。いわゆるザ・札幌麺っていう感じの。美味しい。 ありがとうございます。いや、麺をこうやって口の中にいた瞬間にスープのこの香りもね、入ってきて、ね、麺のね、このなんていうんでしょう、食感たまらないですね。 ありがとうございます。やっぱり札幌っ子って、その、うんうん、やっぱ黄色いあの中太の縮れね、結構 DNA に染み込んでるところがあると思うんですけど、まあ、できるだけそれに近いような形で。いや、これはね、札幌の人好きなやつですよね。結構直伝はやっぱりあの強めの香りを入れてるんで、うんうん、一口目の口に入れる瞬間の香ばしさっていうのかな、うんうん、それを大切にしてるんで、入れる瞬間に食欲が増進してくれたらいいな。いや、もう胃が開くって感じですね。そうね、自家製ラー油は結構ね、唐辛子はもちろんだけども、うん、玉ねぎを結構たっぷり入れてるね。うん、そうなんですか。で、玉ねぎの、うまさっていうのかな、それが辛さだけじゃなくて甘さを余韻で残したいなって。なんかこの口当たりの良さっていうか、うん、この甘みっていうのは、これラー油からも来てるってこと。そうですね、きっとそうだと思います。チャーシューとかもね、いきます。なんか昔ながらの良さもあるチャーシューですね。そうですね、割とね、その最近入るの低温とかそういうのはもう無視して、うん、昔ながらのに近い、まあ、ももではなくて肩ロースですけども、少ししっかりめの歯ごたえと、噛み締めた時に出てくる旨味、そういうのを目指して。もうね、大石さんがいたら僕いらないですね。あ、ごめんなさい。もうすごいね、僕の言いたいことをもう 120% 喋ってくれてる。口チャックした方がいいかな。いや、もう最高です。結構この札幌系というか、札幌ラーメン食べるとき絶対推してるやつね、この一
炒めたもやしこれ最高なんですよ。いただきます。うわ、香り移って最高ですね。王子さんがやってるからってわけではないんでしょうけど、トッピング一つ一つもねしっかり美味しいです。ありがとうございます。卵はね、このレッドにはぜひ入れたかったですね。やっぱりその味玉でちょっと箸休めじゃないですけども、辛さを一回中和して僕の顔を見たら分かると思うんですけど、私もちょっと癒されました結構ねレッドはピリ辛よりも辛めに、どちらかというと辛いもの好きな人が割と満足できるような、少し辛めの調整になってますね。だけどそのご希望に合わせて辛さを控えめにすることができるので、辛いのがそんなに得意じゃない方は辛さ控えめでって言っていただければ調整してもらえる。調整します。うわ、こういうねサービスがまた嬉しいんですよね。いやらしい辛さじゃないって、口ガッとくるような辛さじゃない、本当にスッと入ってきてはじけてくれるような辛さなんで、嬉しいですね。いやこれはね、いい辛さですよ本当。辛いもの好きの方もぜひ、辛くとかもできる。辛さは今のところ辛さなしはちょっと今お休みしてるんですというのも、このラー油自体に少し塩味も入っちゃってるんで、スープの味変わっちゃうんですね。で今ちょっと別なトッピングで辛さ増しのものは、探しているところなので、まあ近い将来できる。うわ、そういうことも考えてくれてるっていうのがね、やっぱり札幌ラーメンの、もやしって大事な役割をしてますよね。大事ですよね。これ茹でたもやしだとダメで、やっぱりラードでコーティングされた香りをまとった、さっき言ってくれたね、香りをまとったっていうのがね、いいとこだと思うんですね。なるほど、そういうことか。僕、お兄さんと撮影して勉強してますそういう風に言えばいいんだっていうねこれすごい、僕のね周りのフォロワーさんとかも美味しい美味しいって言ってて、ぜひ食べたいなと思ってました。僕ねチャーハンめちゃくちゃ好きなので、これも美味しくいただきたいと思います。いただきます。もうね、美味しいとちょっと余っちゃうんですけどコメント待ってたね美味しいこの味付けが本当にね、チャーハンの良さも出てるんだけど、この直伝屋さんのオリジナル感も、ね、伝わる。これこれ本当に美味しいですね。結構ね、すすきの時代のランチでやってたセットの人気メニューだったんです、なんとか最近になってようやく出せるようになったんですけど、これ本当美味しいですね。香ばしさもそうですけど、味付け絶妙ですよね。この味付けがね本当にバランスよくてガツガツいけるんで、これ半茶、これ半茶なんですけど、半茶2つ頼む人いますよ結構ですよ、ね、本当にねこれもう2倍あっても全然いける。ポロラーメンの味がこう楽しめるお店で、このクオリティのチャーハン出したら絶対セットですよ、ね、そうですよ、私もね、あんまり私が言うとあれなんですけど、このチャーハン私も個人的に大好きなんです。いや、めっちゃうまいです個人的にラーメン屋さんで食うチャーハンの中でもかなりトップレベルですね。やっぱりその時期でそのラーメン全般がその香ばしさを意識しているのもあって、チャーハンも少し香ばしさを強めに出したいなっていう意識はあります、それからまあ秘伝の塩と醤油ダレと組み合わせて、そこがあるんだ秘伝があるんだ、結構この組み合わせ最強ですよね。結構僕ラーメン屋さんで美味しいお店は必ずチャーハン頼むんですけど、次絶対頼むんですよ。 ありがとうね。スープ作って食べてひき肉を発見しました。そうこれ、これもね実はねやや粗挽きを使っていて、最後にスープをひき肉をかけてるうちにスープをついつい飲んじゃうっていうのを狙っていてですね、これねひき肉はね救出しないといけないですからね。そうひき肉作ってやってくださいっていやこれはね大事ですよ。そんなに飲んで気使ってませんって今思ったんだけどって思いました、そんなことないです。そうですか。普通に飲めちゃう。後半も本当に優しくて、ありがとうございます。飲みやすいです。
いや食いました。もうねちょっとハマってしまいますね。札幌ラーメン好きな人にはもうたまらない一杯、最高でした。はい、ということで小木さんありがとうございました。ありがとうございます。いや完食までしていただいてありがとうございます。結構ねすんなりいきました。はい、いやもうねこの直伝の札幌やっぱね味噌もねやっぱ札幌ラーメンといえばっていうところもあるので、うん、ぜひねもうすぐもう本当にすぐ来やすい場所にあると思うので皆さんね車ない方でもお気軽に立ち寄っていただければと思います。ね、大通りから地下鉄で6分ぐらいですから。そうですね、割と気軽に来れるかなと思います。お店もたまにお店には出られてる。そうですね、たまにあの皿洗ったりレジしたりということなんで、ぜひね、この動画見た方、お店さんにもね一声かけていただけると嬉しいなと、お店の中でもたもたしてるのがいたら私です。いや、本当にごちそうさまでした。どうも今日はありがとうございました。以上、ありがとうございます。あっちでした。ありがとうございます。